ロゴユニオンカーバイドはアメリカ合衆国で最も古い科学企業の一つであり、米国を代表する科学企業の中では実に一世紀以上の歴史を持つ老舗的存在である。本社はコネチカット集団ベリー。従業員3800名を要する。プリント基板の素材として知られるベークライトの主要な製造企業であり、1898年の創業以来、 複数回の M&A を繰り返して、科学、工業、原子力関連産業を有する世界的なコングロマリットへと発展した。また、国防総省及びエネルギー省の重要な納入契約業者の一つで、ウランコーの採掘、生成、各燃料製造、各廃棄物処理といった原子力産業のパイオニアとして評価されている。しかし、 史上最悪のボパール化学工場事故を起こして世界的に樹木を集め人道に外れたその対応は大きく非難された。ウェストバージニア州でのトンネル工事に際して大量の粉塵が発生するにもかかわらず防塵マスク等を支給せず作業員の健康管理責任を怠ったことで数千人の 労働者が人敗を発症した1927年のホークスネストトンネル災害でも知られる。また、各国の大手科学企業の大半の例に漏れず、アスベスト問題でも数々の訴訟を起こされている。ボパール科学工場事故発生以前は、科学、経済にとどまらずが州国の発展に多大な貢献を果たした同社を評価する、胸の書籍が多数出版されていたが、 ボパール化学工場事故とその後の対応の世界に与えたマイナスインパクトがあまりに大きすぎたため以降は同社に関する出版物の多くがボパール化学工場事故を大きく取り上げている。現在業界では世界最大手であるダウケミカルの子会社となり製品のほとんどをダウケミカルに納入する。1922年当時のユニオンカーバイドの ガス証明の広告1984年12月3日午前0時過ぎ、インドのボパールにあった、同社現地法人の農薬と殺虫剤製造を主とするアジア最大規模の工場で、約40トンにも及ぶ、有毒のイソシアン酸メチルが漏出し、数日以内に死者3000人以上、重軽傷者15万人以上を出すという、史上最悪の第惨次となった、化学工場の事故。 その後、現在に至るまでさらに1万6千人以上がマイク中毒により死亡し、50万人以上が今なお、後遺症に苦しむ。この事故の訴訟では、当時の CEO であったウォーレン・アンダーソンが米国へ逃亡し、法廷での審理を欠席したため、ボパール最高裁判長によって1992年2月1日に逃亡犯として宣告された。しかし、米国とは、 犯罪人引き渡し条約を締結しているにもかかわらず、米国側はアンダーソンの身柄引き渡しを拒否。米国や同社のこのような対応により、この頃から事故ではなく事件へと発展する。その後、逃亡中とされていたアンダーソンは2002年に英国の新聞社による独自調査でニューヨーク州ロングアイランドのブリッジハンプトンに自宅を 構えて居住しているところを発見された。その後、2014年にフロリダ州で亡くなった。ユニオンカーバイド社が開発した農薬には以下のものがある。ありがとうございます。